はい、フロファミーです。今日はですね、横浜 FC 戦の始球式ですね、ゲストで来られる、近藤雅彦さんが調べれば調べるほど、めちゃくちゃすごい人だったっていうところで、それをね、若いフロンターレサポーターの方は特にね、近藤雅彦さんのこと自体をご存じないっていう方も結構いらっしゃるのかなと思うので、すごい人と知ってて、見るのと何も知らないでイベントを楽しむのとね、楽しみ方っていうのもね、レベルがちょっと変わってくるかなと思いますので、そのね、どれだけ近藤雅彦さんがすごいのかっていうのをね、ちょっと調べて動画にしてみましたので、ぜひね、若い、フロンターレサポーターの方ももちろんですけれども、近藤雅彦さんのことをあまり知らないフロンターレサポーターの方にね、ぜひ見てもらいたい動画となっておりますので、よろしくお願いします。で、近藤雅彦さんはですね、僕のイメージでは池王子ブームの走り的な存在だったんじゃないかなっていう風に僕の印象ではありますね。で、僕2008年リリースの、目覚めろ野生っていう曲があるんですけれども、それで初めて多分近藤雅彦さんのことを知りました。で、なぜ知ったかっていうと、これアニメのナルトのエンディングのテーマで、でナルトって多分僕アラサーなんですけど、僕らの世代だと結構がっつりアニメで見てるっていう世代、漫画もそうなんですけど、最初から入りとしてはアニメから入ったっていう世代で、アニメをずっと見ている中で、このね、エンディングテーマに目覚めろ野生が起用されたのをきっかけで、初めて近藤雅彦さんのことを知りましたし、当時ね、中学2年生とかですね、2008年なのでの自分にとっては、これがね、もしかしたら初めてのイケオジとの出会いだったかもしれないですね。当時、2008年なので15年前っていうところで、近藤雅彦さんは45ぐらいの年だと思うんですけれども、中学生から見た45の当時のイメージって結構ね、くたびれた、かっこいいとはほど遠いところにいるおじさんみたいな、初老みたいなイメージだったんですけれども、その中でね、こうやって、かっこいいおじさん、イケてるおじさんみたいな感じで、出てきたっていうところで、すごい僕衝撃的で、やっぱね、そういう同じような意味で衝撃を受けた友達っていうのを同世代に多かったと思うんですよね。当時のカラオケ、友達と行くカラオケはめちゃめちゃこの目覚めろ野生で盛り上がったっていう印象がありまして、で、僕のね、イメージとしてはそのイケオジブームの走り的な存在が近藤雅彦さんだったんじゃないかなというふうにも思っております。で、実はですね、僕の高校の先輩にあたります、近藤雅彦さん、1964年に神奈川県大和市で生まれて、1977年中1の時にジャニーズ入りっていうところで、そこからですね、高校に進まれるんですけれども、高校は明大中野っていうね、高校、明治大学の付属高校で、男子校の結構ね、バンカラ系というか男臭い高校ではあるんですよね。僕の明大中野のちょっと面白いエピソードとしては、体育の授業で、武道っていう授業があって、柔道と剣道どっちかを選べるんですけれども、そのね、柔道、武道の授業の中で黒帯を取れるっていうところで、それはね、結構授業として面白いのかなと。あとはね、学校の中に相撲の道場、土俵があったりとか、結構そういう意味でね、他の学校にはない、その男らしい、男臭い、そういうような高校が明大中野っていう、今の明大中野高校なんですけれども、近藤雅彦さん、マッチーが、明大中野に通われてた当時は、定時制の部門がありまして、当時の明大中野の定時制部門はアイドルとかね、芸能人っていうのを、数多く輩出している、学校になります。今でいう堀越、今でもそのアイドルとかその芸能人といえば堀越みたいな感じだと思うんですけれども、堀越と明大中野みたいな感じの、芸能人御用達高校みたいな感じだったみたいです。僕は、
よく知りません、その時代のことで。2003年に明大中野の定時制部門は廃止となって、今みたいに堀越がその、まあ、芸能学校みたいな感じでね、まあなっているというような形ですね。まあ、明大中野と堀越高校実はね、距離も近いっていうところで、僕同い年、神木隆之介さんが同い年なんですけれども、結構ね同じ電車で朝通勤じゃないや通学の電車が、同じ車両に神木隆之介さんがいるとか、あと鳴海莉子さんがいるとか結構ありましたね。残念ながらね、僕の世代にはその明大中野には芸能活動をしてる人っていうのは特にはいなかったんですけれども、そういった意味でね、まあ、意外と身近に芸能人がいるっていうような、そういうような高校でした。で、デビューは、実は歌手とかではなくて、俳優として、3年 B 組金八先生、これの第1期だと思うんですけれども、星野清役で、デビューとなります。田原俊彦さんと野村芳雄さんとともに、タヌキントリオとして、まあ、人気だったということですけれども、僕はちょっとこの時代のことを全くリアルタイムで知らないので、まあ、そういう人気だったっていうことですね。ただね、これ見て、ここ1979年の当時から今もあるセブンティーンっていう雑誌、これも、ね、こんな昔からあったっていうのがね、ちょっとびっくりしました。で、田原俊彦のタでタで、野村芳雄でノームのののので、近藤正彦の金で、合わせてタノキンっていう、まあそういう、まあ、3人の相性だったような風に書いてありました。ちなみに僕の母はなんか田原俊彦さんの追っかけをやっていて、なんか原宿にジャニーズの寮かなんかがあったみたいで、結構なんかそこの出待ちとかやってたっていう話は聞いたことがあります。で、まあ、歌手デビューは1980年、スニーカーブルースで歌手デビューをされて、そこからね、トントン拍子でトップアイドル、トップ歌手の道を歩まれていきます。で、翌年の1981年、それから2年後の1983年に、ブロマイドの売り上げで日本で1位の記録で、1982年には、ゴールデンアイドル賞という賞を受賞されます。で、1987年ですね、愚か者という曲でレコード大賞を受賞されます。なんかこの時のね、まあレコード大賞って今となってはちょっとそんなに権威のある賞ではないんですけれども、まあね、僕もギリレコード大賞が権威があった時代をギリ知ってる最後の世代かもしれないんですけど、2000年代とかね、なんかエグザイルとか倖田來未さんとかそういうのが受賞されてたイメージがありますけれども、まあ、このおそらく1987年とかその時代っていうのは多分ね、日本の音楽界で一番権威のある賞がおそらくレコード大賞で、1987年に、近藤正彦さんが愚か者で受賞されているというところで、これもね、歌手としてデビューしてアイドルとして、まあ、その日本で1位を取るっていうわけなんですけれども、その後ね、まあ、CD とか、たくさん出されてアルバム出されて売れて売れてっていうところでなんですけれども、2021年4月でジャニーズ事務所を退所されます。で、これ何かっていうと、なんか2020年の11月に不倫報道があったみたいで、で、そこから芸能活動自粛したみたいなんですよ。僕ちょっと全然この2020年19年18年ぐらいからちょっと全くテレビとかを見なくなってしまったので、正直この報道とか全然知らなかったんですけれども、まあそういったところもあって、まあレース活動っていうのを並行してやってきた中で、そこの方に専念するっていうところもあって、ジャニーズ事務所を退所されますと。で、1994年に田原俊彦さんと、あともう一人なんかなんちゃらさんっていう方が、ジャニーズを退所した後から、27年間にわたって、ジャニーズ事務所で、まあ、最年長っていうところで、まあ、頼れる兄貴分的な、存在だったのかなって、それを長く続けていらっしゃったのが、まあ、近藤正彦さん、いわばね、その27年間ジャニーズの顔として、まあ
活動をし続けたっていうのが近藤真彦さんだったのかなっていうところですね。で、まあ、芸能活動はまあここで一区切りっていうところだと思うんですけれども、まあ、一区切りじゃないか、まあ、ライブとかもされているので、継続して活動されているとは思うんですけれども、ジャニーズ事務所、ジャニーズの、タレントとしてはここで一区切りっていうところですね。で、まあ、芸能活動と並行してこのレース活動もされていました。で、1984年にドライバーデビューですね。これ1984年ドライバーデビューって、そもそもそれがめちゃくちゃすごいなって思ったのが、1980年に歌手デビュー、81年、83年にはブロマイドの売り上げ1位、82年にはゴールデンアイドル賞受賞、87年にはレコード大賞受賞っていうところで、このね、アーティストとして一番脂が乗って活動もめちゃくちゃ忙しい時期にレース活動としてドライバーデビューをするっていう、とんでもないバイタリティの持ち主だなっていうふうに思いました。で、まあ、デビューから10年後の1994年全日本 GT 選手権の GT1 クラスで優勝で、1995年には連覇を達成されたりとか、あとはその他ね、入賞も多数されているというところと、あとはね、GT っていうのは、まあ、市販車をベースにした、レースなんですけれども、まあ、ちょっとすいません、全然詳しくないんであれなんですけども、それとは別でフォーミュラーのドライバーもされていて、フォーミュラー日本でも、入賞多数というところで、プロのドライバーとね、遜色ない、レースの実績を残しているっていうところで、ここでもね、GT1 クラス優勝してるとか、日本一になっているわけですね。で、2003年には、監督業に専念をするためにドライバー活動を休止となっております。で、その後、近藤レーシングチームを立ち上げます。オーナー及び監督として、2000年、その後じゃないか、そのそうだね、これレース活動と並行して、近藤レーシングチームを2000年に立ち上げると。で、2003年には、監督業に専念して、ドライバー活動を休止した中で、2007年と2008年スーパー GT の、第4戦を、連覇、それから2008年にはフォーミュラー日本初優勝で、ここには全然書ききれないんですけれども、他にも入賞を多数されて、監督としても日本一に輝いたりとか、プロと、遜色ないっていう、まあ、プロはプロですね、もうこの時点で。なので、他のね、トップのプロと、肩を並べるぐらいの、結果を残されているというところで、もうこの時点でね、めちゃくちゃすごい。俳優としてデビューして、歌手として日本一になり、歌手とその芸能活動と並行しながらレーシングドライバーでも日本一になり、それだとレーシングドライバーから監督、自分のチームを立ち上げて監督として日本一を達成してるっていうことで、もうめちゃくちゃすごいですよね。当時の、昔のやっぱ芸能界って、今の芸能界って、なんかその TikTok とか YouTube とかいろいろある中での、いろんな登るべき山がたくさんあって、でもその山のてっぺんは低いよねみたいな時代、じゃ今の時代はそうじゃないですか。でも近藤真彦さんが芸能人としてこのピークだった頃って、今みたいにいろんなチャンネルがあって、その趣味も考えもそういう多様化している世の中ではなくて、みんなテレビを見るっていうところで、登る山の少ないけど、その頂きはめちゃめちゃ高いっていう、そういうトップになるのが一番難しい時代で、芸能界でトップになって、でその後、まあ、そこと並行してレースでもドライバーとしてトップ、監督としてトップっていうところで、かなりね、もう登る山の日本一の味をね味わい尽くしたっていうようなね、そういうなんか男が憧れる人生だなっていう風にすごい思いました。でね、この実績が評価されたところもあって、今年の4月にですね、 JRP っていうのが、日本レーシングプロモーションっていうところが、フォーミュラー、スーパーフォーミュラーを主催している会社の、取締役会長に就任されました。で、っていうところでね、まあ、近藤真彦さんの
まあ経歴のすごいとこだけを抜粋していますけれども、それ以外にもね、もう CD もめちゃめちゃ出されてますし、ドライバーレーシング活動の中では入賞っていうのもたくさんあったりとか、トライアスロンも出てたりとかっていうところで、もうかなりね、自分で実績を積み上げてきた、そういう方っていうのがわかるかなというふうに思います。で、調べている中でね、都市伝説的なちょっと情報も何個かあったので、それも紹介したいなというふうに思います。で、近藤正彦さん、マッチって呼ばれてますね。で、このマッチって、正彦だからマッチって言われてると思ってたら、実はマッチ棒が由来で、近藤正彦さん結構ね、細い華奢な、昔は体型だったっていうところから、マッチ棒みたいっていうところで、なんかマッチ棒っていう風に呼ばれてたみたいなんですね。で、そのマッチ棒から棒が取れてマッチになったっていうところで、実は正彦からマッチではなくて、マッチ棒が由来でマッチっていうところが、一つ都市伝説的な、話で、であとはね、よく近藤正彦さんのモノマネとかで、マッチですとかって聞いたことは、なんか2億4000万の瞳選手権とかで見たことある人も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、実はこれ行ったことないらしいです。これ本当かどうかは知りません。であとはね、黒柳徹子さんと親友で、なんかね、ウィキペディアには月1回会うとか書いてあったんですけど、本当かどうかわからないですけど、徹子の部屋に17回出演されていると。であとはね、水上スキーで人命救助をして、っていうこともあったみたいで、なんか子供がね、海か湖かで溺れていたところに、まあ、水上スキーで駆けつけて、お兄ちゃんが助けてやるからって言って、子供を助けて、で安全なところに下ろして、で名乗らずにそのままさっと、去っていったっていうところで、ね、これもねめちゃめちゃかっこいいエピソードだなっていうふうに、思いました。で、まあ、近藤正彦さんの、まとめとして、まあ、ロマンの塊、男が惚れる男だなっていうふうに思いました。俳優としてデビューして、歌手、アイドルとして、日本で一番の人気を誇る中、芸能活動の傍らで、レースドライバーや監督として多くの優勝や入賞経験もあると。また、トライアスロン、完走2回、トレイルジャーニー完走1回っていうところで、鉄人でもあるっていうね、本当に自分のやりたいことをビシッと決めて、その道で日本一になるっていうね、そういう我が道を行く、そして、そこで日本一になるっていう、そういうね、ロマンを追い求めて、そしてそこに到達するっていう、男が惚れる男、それが近藤正彦なのかなというふうに思いました。で、そのね、近藤正彦さんが、轟きで見れる、生で見れる、しかも、トークショーもある、それから始球式もある、で YMCA もある、めちゃめちゃ豪華な、試合になっているので、ぜひね、横浜 FC 戦行かれる、若いフロンターレサポーターの皆さんとか、またまあフロンターレサポーターの方で、近藤正彦さんのファンも結構来られると思います。皆さんね、ぜひその横浜 FC 戦のイベントを楽しんでいただけたらなということで、今回動画を作らせていただきました。ね、この動画共感していただける方とかね、面白いなと思っていただけたら、ぜひね、チャンネル登録とか、それから、高評価いただけると、動画制作の励みになります。ぜひね、また次の動画も見ていただけたらなというふうに思いますので、それでは、また次回の動画でお会いしましょう。黒ファミでした。バイバイ。